回で揃ってる。助けて。味噌味噌。はい、閉める閉める。ありがとう。そう、ごめんなさい、本当に今かき氷があって、私はちょっといちごにします。ね、かき氷解禁。あー、練乳。やばめちゃめちゃ怖いね。京都、今日めっちゃ暑かったんですけど、大阪も暑かった。ここで待ってたら迷惑かな。かき氷待機したら迷惑かな。迷惑ですか。かき氷待機してたら迷惑ですか。私代行退しに来てね。待機してたらダメですか。深夜さん、クマありがとう。もう会いたい。ねえ、そんぐらい美味しい。冷たい。ミラモールあげてもやばい、冷たい。練乳取ります。お疲れ様です。いいよ。かき氷バラそう。かき氷です。願いかなったら、あ、叶いました。一気に食べてくれるの助かる。テンション高いね。もう今食べ物目の前にかき氷屋さんがあります。うわ、美味しい。何味かクイズするしか。それのあでもない。ちょ、いちごかけちゃった。まなみちゃんのこと世界で一番好きだよ。ほんまか。そんなん言ってくれた。まなも一番好きです。なんか歯がニヤニヤしてきます。ねえ、やばい、絶対ね、やばい。もう少なかったけど、みなさんありがとう。ポワポワちゃんです。やったー、みんなありがとうございます。みそらにも氷が来たよ。ペンライトカラーやろ。ありがとうございます。青と白、ミスったな。まあ、完全にあの 赤と白にしちゃった。かき氷、そう、かき氷。え、今日のヒロ公演見て一目惚れしました。好きです。ナイスボスター、ありがとう。どうしよう、ヒロ公演はまだなんか何もしてないな。何もやばいことしてない。食べて食べて、疲れ吹っ飛ばそう。マジでそう、ほんまに昼夜公演終わりましたので、今日聞こえてますか。賑やかな。目つぶって食べなされ、マジでやりたい。ガリガリ。マナミン公演ダブルヘッダーお疲れ様でした。ありがとうございました。いちごの味するか。え、マジいちごの味しますよ、普通に。これ使っていい？使えない、いくらでも。え、ね、はがちょっとまだもうちょっとかけるし、なんか少なかった。いいな、案外さ、案外多くかけた方がいいかも。そうで、そうで言って、どんだけでもいい。かき氷でアイスより好きかも、今年。ありがとう。ストップ言って、次の世代交代いけるかも。ストップ、ありがとう。会いたいよ。お寿司も食べて、後ろの方だったけど。ありがとうございます。ありがとう。イエーイ、かき氷。ドーナツとかき氷一緒に食べる。この機会すごいですね。めっちゃふわふわ。やば、家で買おう。人生7割で生きてる。メロンにするかレモンにするか問題。変わらないよ。でも全部味一緒やもんな。近くで工事でもしてるんですか。かき氷です。かき氷の工事してます。一旦、ね、マジでうまいねんけど。美味しいって言って今の。美味しい。ちょっと待ってくださいね。ヒルコエの湯に浸ってます。味噌ラーも浸ってる。まだやばい。ももかちゃん、レモンスターありがとう。冷たい。かき氷で夏バテ吹っ飛ばそう。飛ばそう。マジでうまいねんけど。どうしたらいい？789の配信見てたらみんな配信するやん。自分で作った食べれる。あららら。ずっと肉ターミルで言ってた白ノワール置いてくださったり。そんなに植えてんな。どうし、自分で作ってでも食べたいか。かき氷あるの？うん。食べたい。かわいい。レモン食べたい。ね、マジですごい。なんかほんまにふわふわやねんけど。これ歯にチョコついてる。うん、いいよ、一緒に食べたい。あ、それ出ない。ナンバー取るし、嫌いだった。あ、ちょっと前倒しにしました。美味しい、美味しいです。なんか今日のさ、夜公園でさ、かき氷氷削ってシロップ乗せただけとか言ったことが反省するぐらい美味しいです。うま、最低。そんなん言い出したら終わりやで。かき氷が、かき氷に謝れ。メロンにする。そういや、激辛はにへまなさんが、ええー、もう言えねえ。さっきアーカイブ公開されててはず。コーナーかもしなかったのに。わからん、入れてくれ。まあ楽しかったんです。これあやみちゃんや。あ、あやみ、あ、あやみチラってきてる。あやみかわいい。あやみがいるよ。数ある人の中からあやみが私を選んでくれたこととか。間違えた。お、ライブ実況でユーミン褒めてた。どう、シアンが。ミソラほんま最後の頭に来てる。そう、マジで頭。かき氷はみぞれ一択。みぞれって何や。レモン、イエーイ。なんか聞いたことある。あんことか。みぞれ透明のやつや。幸せそうにしてるマナミ見れても幸せ。ありがとうございます。美味しい。世界で一番。びっくりした。みそらはね、最後だけ氷に。ああ、美味しい。あやみ、あやみ一番好きだよ。あやみちゃん可愛いね、本当。若だけに美味しいところ。
固まって味しみしみの絶妙なところを分かってきました。へいへい、お疲れ様、今日も可愛かったぜ、ありがとうございます。毎日可愛い、疲れてないですか？そんな、そんな、そんな昼顔初の世代交代でした。青白ペンの振ったよ、ナイス。また来てください、また来て青白ペンの振ってください。9万の皆さん楽しかったです。さ、はい、まあ、また集会するので、あのぜひぜひ、今ここにはあのさゆみちがいないですね。装置はいるんですけど、みんなは近く仮眠ですか？昼公園何もしてないまま笑う。昼はうちでマウント取ってた。あー、やばいやばいやばい。じゃあ、やばいやばい。若者さんの髪型をいじってたわけじゃない。でもな、うーかさんにうちるやから、うちるに私は勧誘し、勧誘するみたいに言われて、そんなもん嬉しいじゃん、売れないですか。だからうーかさんなんか写真撮ってくださいって言おうと思ったんですけど、やっぱあの忙しい、お忙しいかなと思って言えなくて、卒業されるまでに写真を撮れればいいんですけどって感じです。冒頭から好みだなと思ってたけど、声見てさらに好きになりました。ありがとうございます。大事にしてね。ヒルずっと出会ってたよって。ずっとってなんやねん。ヒル公園で初めて見てほんまに可愛かったです。あと2回会ったら多分マナミに教えします。あ、2回早く2回会いましょう。じゃあ早く2回やって教えにしてください。ありがとうございます。いや、めっちゃメロンの味すんねん。邪魔すんねん、邪魔すんねん、やったら帰っていい。その機械1台20万円くらいするやつよ。ガムかかってへんとこにメロンかけてみて、食べ比べてみる。めちゃめちゃいい機械やん。ごまかな。へい、かき氷は何味好きなん？かき氷は、いちごに練乳かけるのが好きです。ちょっと待ってくださいね。シャチみたいな。じゃあ今メロンの味いっぱい堪能したところで一回レモンにしてみる。目つぶったら味一緒やで。しちゃうもん。まなみん夏苦手なの？夏は苦手です。なんかさ、めっちゃレモンの味やねんけど。なんていうの、絶対さ人類嘘流してるで。なんていうの、熱い、熱くて普通に溶ける。あんな最近の垂れ眉具合かわいい。そう、変わったかな。めっちゃこれレモンの味するさ、緑めっちゃ目の食レポして。あー、食べ終わっちゃった。すごく冷たくてやばいやばい。レモンめっちゃ美味しい。レモン最高やな。染みます心に。はい、いいコメント。ルックチョコレートも全部同じ味に感じるよ。ほんま、ほんまかよ。まだ舌が繊細やからさ、わかんねえ。結構味覚とか、まあ、味めっちゃあれやねん、わかんねえ。だから野菜が食べられへんねん。味がめっちゃわかるから、草の味がする。ちょっと待ってください。めっちゃ美味しい。皆さんティクトクフォローお願いしますね。うん、かき氷界で一番美味しいのは、わ、ポリッパイ。マナミソラです。やばい、何気な、まだ何気なかい。そうだよ、うん、もう屋台やもん。やばんなかき氷。じゃ鼻つまんでみる。なんで鼻つまんだ、わからへんやん。あやみちゃん、ほのぴーから来た爆笑。あやみは私のことしか見てないです。公演お疲れ様でした、ありがとうございました。なんかもうこの辺もそこそこ、レモンの味するよ。今からかき氷で200カツします。お、おそろい、リアルタイム200カツやん。やっぱりさ、人類嘘だよ。危なー、倒れそう。気つけてね。ごめんみんな、画面酔い TV。 メロンとレモンがこの世で一番おいしいかも。こんだけ動いたから。道路工事ゼロゼロ。うちるの子ですか？何にしよう。なんか全部持っていっちゃおう。あ、いや、練乳いるよ。いちごと練乳を取れちゃう。前したのそれ。けど、まあ、いや、それが一番。でも私、でもウーカさんだな。ちょっと言ってくださって、嬉しかったんです。ブルーハワイはブルーハワイ。ウーカさん。あ、そう、ブルーハワイは。あと10回はお会いしたいです。でもさ、あれちゃん、お忙しいやん絶対。だからライブが絶対写真撮るチャンスやったのにさ、逃してしまった。もうこれもウーカさんに届け。かき氷のシロップって着色料で色つけてるだけ。そうなんかな、めっちゃさ目もつぶって鼻もつぶる。また行きます。あー、来てください、待ってます。次世代ライブの時めっちゃ飛んでたね。ほんまに天井ギリギリやったでしょ。ほんまに天井行くんかなぐらいで、本当に会場を壊してしまうか、その本当にギリギリで
まあ、ちょっと危なかったです。青原姉妹とまなみどうでした？青原姉妹なんかどんどんさ、そのシリーズ化、なんとかとまなみのシリーズ化しててさ、期待しちゃいます。なんかおもろかったです。まあ、今日はね、生誕祭仕様。ブルハワイ味はブルハワイ味なんだよ。なぜウーチルに感じされたんですか？わかんないです。なんか気になってるって言ってたんで、レモンとメロン以外は一言でも意地でも来て、もう皆さん、いや、レモンとメロンがこの間一番、私がウーカさんのことを好きなのが密かに届いたんでしょうか。え、マジで優しくて好きなんですよ。だからほんまに卒業コンサートの時なんかもううるうるってなりました。リエさんの生写真コンプしたよ。うわい、ありがとう、イエイ。今日のゆかたん生誕キャンマッチ当たったけど番号悪すぎて入れなかった。そしてお見送りも外れた。あー、また来てくださいね。ちょっと待ってくださいね。またここでやればいいと思う。怖いって。あ、怖い。こうやって食べなきゃ。アイスも噛めへんし、このまなみんの可愛さもう待ちきれません。でも夏生まれやな。そうですね。だから別に誕生日来なくていいからあれしてほしい。夏なくしてほしい。待って、めっちゃほんまにと言いたいねんけど、このケース、このケースサイドになんかさ凹凸があってさ、めっちゃ痛い。周りどんな状況？道路工事。言い訳せずに野菜克服していきましょう。そう、モバメでね、野菜克服物語という、まあまあ私の人生録を書いているので、またモバメも登録してください。クロスコンビ、あ、そうそう、クロスコンビ、クロスコンビ。もうワカポンさんガチで可愛い。ミソラのラピサミの、あの、クロス誰でも命それ以上にの情熱的な顔が面白すぎて、もうそれいじらんといて。なんかふと我に帰った時にほんまに面白くて、なんかもうなんかもうほんとにみたいな感じで、ありがとうございます。もうなんかどんだけありがとうございますって言って、もう個人的に足りてるなって思うぐらい。早口また2編真似にミソラの表情いじられました。いいえ、いじってません。いじってるじゃん。好き好きだという意味です。好きだなし、マー君、ありがとう。あー、痛い、痛い。ミソラもライブサイズにびっくりしたけど、ね、あー、頭にくる。高ぶりカルビ、青ぶりカルビ、キアぶりカルビさん、ハンカリコ。見てるだけで涼しくなる。おお、そんな効果が、そんな効果がある。ニヘカツって言うんやね。そう、マナカツじゃなくてニヘカツ。マナミ久しぶりに来たよ、ありがとうございます。お久しぶりです。マナミソラ好き好き、ウェイ、ありがとう。マナミ最近気になってる。どんどん気になってください。またね、ぜひ私が出てる公園にも遊びに来てください。今日の公園もニヘちゃんは可愛かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。機械の音するけど、どなたが作ってるの？スタッフさんが作ってくださってます。ありがたいです。かき氷屋さんや。砂浜でピストルめっちゃ良かった。もうほんまやる緊張した。もうウーカさんの卒コンでさ、おで、そんなやるってことは絶対に失敗したくないし、ウーカさんを安心させる状態、ウーカさんが安心できるような状態がよにを、なんていうんですか、わかるじゃないですか。よかったら絶対失敗したくないと思って、もう何回も練習してました。マナミのチキヒューステッカー当たったよ。本領という、どんなやったっけ。あれどんなやったかな、自分でも分からなくなっちゃった。マナミこっそり大好きです。こっそりじゃ、ありがとうございます。こっそり今回初めて行ったけど、またマナミ見に大阪に遠征します。ラブ、また来てください。あ、そうか、遠方のお客様歓迎みたいなやつ。いいじゃん。ブジロ兄さん応援しますね。お願いします。永遠の、カメラの設定うまくいかなくて、マナミに写真少ししか撮れなかった。全然少しでも嬉しいです。今日は今日はミスナが一番可愛かった。ありがとうございます。今日もって言ってほしい。ユニット可愛くて、カメ子さんの写真たくさん保存してる。そう、めっちゃ嬉しい。あんないっぱい撮ってくださるなんて。
マホ、ありがとう。その女の子は誕生日今度やってて、いやほんまになんかもう年取りたくないんですよね。17歳ってだってなんか花のセブンティーンみたいに言われるよ。それが18になってなんか言ってる。いやいや、ちょっと待ってください。なんでだってだってだって嬉しかった。最高国語物語はシーズン1まで止まったまま、え3ぐらい送ってるよ。その3ぐらい、じゃあ分かった、また送るね。じゃあなんかさ、オチが分かりきってるから、ミツさんなんかあどうせ食べてへんねやろなって思っちゃうかなと思って。でもな、まあまああとまた送るんですけど、ちょっと進歩してるんです私は。フルーツは好き、フルーツは好きです。いや野菜とか以外に別に食べられへんもん逆にないんですよね。野菜が無理なだけで。誕生日にオーストラリア行ったら冬やで。え、それな、マジ南半球行こうかな。まあ、ちょっと公園があるので南半球には行けず。僕は3期で甘く歌ったのがたまらなかった。行ってないけど、それなマジでエモかったですよね。なんかもう登場の仕方がめっちゃ好きで、なんかあいたあいたみたいな感じがめっちゃ好きです。クロスって超絶イケメンコールいい、かわいいがいいから。ねえねえ、クロスって超絶イケメンコールがいい。でもコールって強要するものじゃないやん。もうみんなに好きな方言ってって言ってるけど、だからかっこいいと思ったらかっこいいって言ってください。なみちゃん気づいてくれて嬉しかった、ありがとうございます。そりゃ気づきます。え待って、気づくさ、あやみ、あやみ&まなみんは、えそのコンビ名決める、あやみ、あやみとのコンビ名。でも慎重に決めたいので、あの2人で会った時に話し合おうね。あやみちゃん分かった、世代交代初で。なんかやばい狂気的なやつになってる、ちょっと待ってびっくりした、目の前いてくれて。ゆかぺこっち来る、もうそろそろゆかたの配信見に行かないと。開くよ、それは言ってください。女性誕なので、ありがとうございました。かき氷ありがとうございました。お、まなみ最近気になってます。最近か、もっと結構前じゃなかった。結婚表明する実際協定の人めちゃめちゃ似合った。ありがとうございます。結婚枠空いてません、系アイドルやってるから。昨日やってたドラマの逆にみんな安心安全じゃない、絶対ミスラ誰とか。めっちゃまなみに見えた。え、あれ何やったっけ、何やったっけ、この方がやってるドラマ、ね、分からん、ミサドラママジで分からへん、ね、まだ分からへん、なんかもう知ってんね、なんか知ってるんですよ、あの見たね。何系やろ、なんか教師みたいなやつ。あ、分かった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 、あれやろ、1年前に戻って自分が殺すかったか、自分があのやられないように、でもあかんやられないようにあれだよ、教師をじゃない、生徒を強制するやつやろ。知らん、なんちゃらかんちゃらな教師みたいなやつやろ、最高の教師みたいな。そう、最高、そうかもしれないかも。え、待って、うまくついてない、なんかさ見てないよさっきさ、ポンデリングなんかもう語呂で言ったらコジリンさんの最強に、最強にじゃない、最高に下品な私みたいなみたいな語呂の感じのドラマ。あかんね、そんなあれマジでさ、あのさライブの時にコジリンさんがさ出てきた時にさ、なんか女性ファンのマジマジみたいな声がすごいなと思って、わかる、そういうの言われる人になりたいな。そう、うちらもミスラが出てきてクロスやり始めてて、マジマジミスラちゃんクロスやって、って言うたってください皆さん。詰まってきて喉が、NAB 知らない広島の友達連れて行って待って覚えてるかも、イエーイ、広島気になるって言った、でも15分も経ってるよな、やばいな。南半球からマナミンだけワイプで参加ワイプでめちゃめちゃ公演でもバチバチに踊んねん、めっちゃおもろくない。しかし今日のヘイヘイビジュアル美人と爆発してるんだよ、ってもうでもメイクとかボロボロやねん。ミソラがボケちゃった、3ヶ月ぶりに公演でマナミン見れた、3月ぶり、じゃあ4ヶ月ぶりか、ありがとうございました、また来てください。無理やと分かって調整挑まないで、結婚して、マナミもアヤミも母音が AAI だから AI、 あの最強の素晴らしい、素晴らしいネーミングセンス、運も運もどうも AI でーすって、なんかもうさアンドロイド感が半端なくない、本当に嬉しい。え、もう食べたん、あ食べてないの、まだやっぱりもうすぐ水になっちゃう、そういえばこいつってもともと水なんやった、水を凍らして砕いてシロップかけて食べてるんやった、1年後生徒にみたいなやつ、そうそうそう。あ、こんばんは、 TikTok はどう探せば出ますか、 NMB48 研究生って調べてください、もうちょっとで投稿します、はい、最高の教師正解をやって、オーライオーライ、
夜公園行きました。休憩教師って書いてうちは見せるとマナミいつも話してくれて嬉しいです。だって休憩教師って最高の教師、私も入ってるじゃないですか。最高の教師ね。クラスかっこいいからイケメンコールにしてる。これからもイケメンにするわ。おお、マジで。いろんなこと結婚して女性エリアからの反省がすごかったよね。カリンちゃんのソロ、え、ソロ、そう、え、私マジみたいな声が聞こえて、マジだよってまだ知ってるからさ、ほんまだよって言いそうなの。この間のライブでマナミの35,000円うちは作ったけど、と好きでアピールできなかった。うん、また公園とかに持ってきていただきたいです。ありがとうございます。フェス NMB がトリアの、え、そうなんですか。そう、参加させていただきます。 TikTok 楽しみ。イエイ。 昼公演のテンナとのコンビプレイ最高やったね。あれさ、テンナが考えてくれて、まあ、なんかどうしよう、マジでないねんけどって言ったら、サイコロって言って、みんな一緒にズゴロクしようって言ったらしい。じゃあテンナに言って、ペンナ言ってなって言ったらやってくれる。アンドライドバリに可愛いからいいやん。ウェイ。その気持ちをミソラはいつもありがとうって言って、こっそりマナミン応援していきます。いや、こっそりこっそりじゃなくてもいいんですよ。ね、やばい、そろそろじゃあマナミンちゃんは終わります。自分のことちゃんづけすんのやばい。それではそれではマナはそろそろ終わります。いただきます。誕生読んでいきます。13位、ニムさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位、ニッカさん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位、マコさん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位、竹あげさん、ありがとうございます。ありがとうございます。9位、シロちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位、杉蔵さん、ありがとうございます。ありがとうございます。どこまで読んだ。あれ、またランキング変わっちゃった。いや、でも多分最悪やもん。え、じゃあ今何まで読んだっけ。こういうことするからさ、深夜テンション。10位からもう一回読むか。9位とか、じゃあ9位から読む。9位、まこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位、かきあげさん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位、せとしさん、ありがとうございます。ありがとうございます。6位、ね、ハリムさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位、牛さんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位、エムさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位、ゆらくん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位、まほさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして1位、あずま一心さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、昼夜公演今日はありがとうございました。皆さんね、ライブでスタンディングで疲れて、まだまだ疲れてると思うので、ゆっくり寝て明日から頑張ろう。バイバーイ。バイバーイ。